都道府県。四国地方。徳島県。県庁所在地は徳島市。歴史ある大規模な阿波踊りが有名。世界三大潮流の一つ、鳴門の渦潮が見られるよ。すだちや柚子が多く生産されていて、伝統工芸品の湯山箱に名物竹ちくわもあるよ。阿波踊りと渦潮の徳島県。香川県。県庁所在地は高松市。コシの強い麺が特徴のさぬきうどんが名物。四国と本州を結んでいる瀬戸大橋や、国の特別名勝に指定されている栗林公園が有名。内輪やセンスの出荷額が多いよ。小豆島では温暖で雨が少ない気候を生かしたオリーブの栽培が盛んになっているよ。全国に知られるうどん県、香川県。愛媛県。県庁所在地は松山市。みかんやいよかん、キウイの栽培が盛ん。マダイの収穫量が多く、鯛めしや鯛そうめんが名物。今治のタオルも有名だね。日本最古の温泉といわれる道後温泉や、山の上に天守がそびえる松山城は人気の観光地。みかん畑と海が絶景の愛媛県。高知県。県庁所在地は高知市。県の西部を流れる四万十川や、高知市の中心にある高知城が有名。ナス、生姜、柚子がたくさん取れるよ。カツオ漁が盛んで、一匹ずつ釣り上げるカツオの一本釣りが行われているよ。幕末維新の歴史の地、高知県。この都道府県はどこかな？徳島県。この都道府県はどこかな？香川県。この都道府県はどこかな？愛媛県。この都道府県はどこかな？高知県。